大相撲春場所、3月10日初日、エディオンアリーナ大阪、大関霧島、27、イコール陸奥イコールが1日、大阪府堺市の道の区部屋で行われた時津風一門の連合稽古で相撲を取る稽古を再開し、大栄翔、若元春の両関脇や小結錦木らと17番取って16勝1敗と圧倒した。前に出て圧力をかける相撲が多く、組んでよし、離れてよし。本格指導で貫禄を見せ、久しぶりの稽古で楽しくやれたかな、と充実感をにじませた。春場所では昨年初優勝。素晴らしい場所、今場所も楽しみに、思い出しながら15日間、やりたい、とイメージはいい。師匠の陸奥親方、元大関霧島、が4月3日に定年。陸奥部屋として最後の本場所になる。霧島はいつも通りに頑張っていけば結果は出る、と親方から言われたので、いつも通りに、と過剰に意識しない教えを守りつつ、やっぱり優勝を目指してね、と2場所ぶりの賜杯に照準を合わせた。